おそらくそのテロリストを日本に入れるということの是非というのは、まあ、当然議論されてしかるべきなんだろうけど、ね、でそもそも山田さんがおそらく問題にするであろう、それがある合理的な目的のためであったとしてそれが説明されていれば、まあ、なるほどと思うけど、まあ、ちょっと目的がはっきりわからないというようなところもあるので、まあ、そこは是非あってもいいと思う。ただ、僕はここで問題にしたいのは単純に、ね、そのリーガルな問題、法的な問題だけなんですね。法的な問題というのはその、まあ、出入国管理法でまず1年以上の懲役や禁錮刑が確定した外国人は入国できないって書いてあると。でこのキム・ヒョンヒさんは死刑が確定した後に、まあ特赦、恩赦かな、を受けてるので、受けてますが、一応それはこの出入国管理法の対象にはなるということで、そもそも入国はできない。しかしですね、これについては、その、7月1日に改正施行された入管法っていうのがありましてね、その中で上陸拒否の特例っていう規定があるんですね。で、その特例規定に基づいて、千葉法務大臣、千葉法相が許可したと。でまあ、その千葉さんはその20日の閣議後の会見でね、拉致問題の解決を韓国政府と一体となって進め、国民にも改めて拉致問題の重要性を理解してもらうという政府の考え方に基づき入国を認めたというふうに会見でも言ってるので、一応説明もしていると。だからまず法律に上陸許可の特例という規定があり、それを適用しましたということを理由を説明したと。でもちろんこれは政治的な決定なので、法的にはもし公法だとしても、その政治決定に対して俺は納得できないとか理解できないとか反対だっていう人はいてもいいし、それに対してはまあ選挙でその落としにしても何にしても政治的に問題になる、あるいは国会で議論したらいいでしょうと。ただ僕が気になったのは実はこの一点だけなんです。今回ね、そのこのキム・ヒョンヒさん の、 その、まあ、あのテロ事件っていうのは、その日本のパスポート、八谷真由美というパスポートを、その偽造したパスポートを持っていたと。でこれは、まあ、僕てっきり旅券法だと思ったら、そもそもあれが本物のパスポートじゃないんで旅券法ではなくて偽造公文書行使罪という罪に当たると。だから日本の法律に間違いに触れてるんですね。で日本の法律に触れてる人間が、別に日本は特赦も恩赦もしてませんから、それが入ってくれば当然そこで、まあ、逮捕するなり事情聴取するなりして、起訴するなりして、一応その警察としては本来はその法律違反を起こしたことが明白な場合はですね、警察権の行使がないと本当はおかしいんじゃないかと。でもしそれが、まあ、何かの理由でですよ、かな非常に高度な政治判断でもいいです、今回行使しないということが国益にかなっていると判断したんだとすれば、それはその方法はその大臣や総理大臣が警察にこれはやめろっていう権限はないので、僕の理解ではあるとすれば、そこは、警察が、まあ、当然粛々と警察の機能で、警察は前にも番組でやったように犯罪が行われたというふうに疑いがあれば捜査をしなくてはならないことになってますよね。まあ厳密に言うと刑事訴訟法では、地方警察職員は犯罪があると思量するときは、思われるときですね、は犯人及び証拠を捜査するものとすると。でこれは確か話をしたときに村山さんと一緒に検察の話をするときに、検察は捜査ができるというふうになっているので、しなきゃいけないではなくて自分たちで選んでいいと、だから、まあ、事実上全部国策捜査なんですよって話があったと。一番100回でいいんだと。警察は疑いがあったらしなきゃいけないってことになっているので、選択はできないと。だから警察には政治判断が介在する余地はないはずなんですね。そうするとあるとすれば、警察は捜査をする、これは立件可能だと思ったら当然それは書類を検察に送る、書類送検する。で検察が起訴する段階で唯一政治の意思が介在する余地というのが、指揮権の発動で、それがなんか大きな国益かなんかでこの犯罪を立件することは、まあ、立件じゃないですね、その、起訴して裁判するよりもそれを許して得られるものの方が大きいというふうに、非常に高度な政治判断で指揮権を発動することはできたはずだと。しかしながら今回は警察が捜査もしていないんじゃないかというふうに見受けられたので、まず気になったので、まずビデオニュースがですね、今日中井大臣の会見に行ってこのことを質問をしています。ちょっとそのやり取りを見てください。されてすぐに断罪でもおかしくないような人物が現在も警察の事情聴取も行われていない状況なんですが、これはその警察が行政の一環として政府方針に従っているという通常の対応だと理解しているのか、それとも捜査活動に政治判断で介入して止めているという諜報的な措置として警察が事情を聞いたか聞かないかは一切お答えできません。
そういう状況です。だからあなたみたいに一方的にやってないのはけしからんというのもおかしい。やってないという証拠ありますか？はい、やってるやってないは一切言わない。普通の捜査でも言わない。はい、つまりですね、政府の説明、大臣ってこれ政府ですからね、国家公安委員長、政府の説明はまず取り調べ、事情聴取をしたともしないとも言えないと。そもそもそんなことはなんで聞かれなきゃいけないのかわからない的な説明で、ここのことが問題になるとは思わないという、まず国家公安委員長、警察の最高幹部ですよね、政治家としての最高幹部が言っていると。で、要は前者のね、入管法の部分っていうのは、上陸拒否の特例という条文に沿っているので、そのことに対して政治判断についての是非はあっても、デュープロセス上のよりリーガルな問題はおそらくないで、あるんだったら政治的な判断について徹底的な議論はこれからどうぞしてくださいと。で、その結果として、どういうふうな結果が出るか、投票行動も含めて、それは皆さんで考えることでいいと。こっちはそういう問題ではないですよね。で、それを特赦も恩赦もされてないわけです、そのキム・ヒョンヒさんは、日本国内法において。で、それに対して全く問わないし、問わないことが問題にならないし、そういうことを問題にする人の神経がわからないっていうふうに国家公安委員長が言うっていうことに対して、僕はむしろ今回はちょっと嫌な感じ。要するに日本はね、いざとなったら超法的な措置をいくらでも取りますっていうようなことが見えたりして、いざというのはつまり何とか皆さんが動揺するようなこととか言いにくいようなこととか、そういうことがあったらば、こういうことができちゃうところっていうのを露見してるんじゃないかと。それで実は海外の新聞なんかで彼女の厚遇ぶりを揶揄するような記事が出てるんですね。テロリストなのにあんなになんか歓待されてどうのこうのって。だけどこのことっていうのは僕の見る限りで特に指摘されてないんで、これは分かってないのかな。要するにパスポートが偽物だったっていう話ってもう忘れてるかもしれないから、テロリストだってことの方がはるかに大きいじゃないですか、パスポートが偽物なんてことに比べればね。微罪ですよ、その飛行機を落としたことに比べれば ね。そこをまず宮内さんがどう言われるかっていうのを僕はぜひ今日楽しみにしてたんですけど、確かに他人のパスポートを使用したのは旅券法違反なんだけど、パスポートを偽造した場合にはこれはパスポートじゃないんだ、偽造公文書行使ってことになりますよね、はい、パスポートそもそもパスポートではないものを使ったパスポートではないものを使ったってことだから、まずは偽造公文書行使、でこれは刑事犯罪で、当然これ犯罪事実があったことはもう確定しているわけだから、本人も認めてるわけですしね、認めてるわけなので、当然我々のつまり日本国の国内省の処罰対象だから、警察は直ちに犯罪捜査に入る責務を負うんですよね、でさらにジムさんのおっしゃったように法務大臣の指揮権は検察にのみ及びますので、例えば警察から、要するに問題、事件が上がってきた時に起訴するかしないかという時に指揮権の発動って本当はあったかなかったかってわからないケースもいくらでもあるんだけれども、起訴されないって形でわかる、www.videonews.com